さあ、ということで皆さんこんにちは、パクセレンでございますけれども、本日やってきておりますのは四国最大の人口を誇ります愛媛県松山市の陸の玄関口 JR 予算線松山駅です。この大きな三角屋での駅舎ももう間もなく見納め、今年2024年9月末でこの松山駅は降格されますからね、この昔ながらの雰囲気が色濃く残っている駅舎もなくなってしまうんですが、今日はここ松山から隣町伊予市まで向かいたいと思います。この松山駅から伊予市駅まで向かう場合は、地図上オレンジ色のラインで表示されている JR 予算線に乗っていくのが基本ですが、しかし地図をよく見てみるともう一つ別の線が伸びているのがわかります。それがこちらですね。この愛媛県の陸上交通を牛耳っている伊予鉄こと伊予鉄道です。伊予鉄の駅は松山駅ではなくて、そこから少し離れたところにある松山市駅なんですが、今回はここ松山、伊予鉄道の場合は松山市ですが、ここから伊予市まで伊予鉄道の普通電車と予算線の普通列車、どちらの方が早いのか検証してみたいと思います。ということで、まずは伊予鉄道の松山市駅のホームにやってきました。もうすでに列車止まってますね。機動車ではよくありがちな変態連結をやっているこちらの電車が、今回この松山市から乗っていく伊予鉄群衆線の電車です。700系という車両なんですが、もともとこの車両は東京の京王線で走っていました。側面は松山市から群衆港までということで、このように行き先の方向幕もセットされています。いやー、なんかこれを見ると、あ、確かにこれ慶応だな。結構ね、お年を召したうちのチャンネルの視聴者の方って結構45歳以上の方が多いんで、そういう世代の方には割と刺さるんじゃないかなと思います。他にもいろんな鉄道会社で運転されていますが、ここまで第一線で走ってるのは伊予鉄ぐらいなんじゃないかな。今回乗車していく伊予鉄群衆線は、松山市駅から群衆港までを結んでいる路線です。この終点群衆港駅は JR 予算線の伊予市駅の目の前にあるので、松山駅と松山市駅は若干離れているんですが、ただまあ群衆港駅と伊予市駅はほぼ同じ駅の扱いと言ってもいいでしょう。そして一方のこちらは JR 松山駅予算線の切符売り場にやってきましたが、ここ松山から伊予市までの運賃は330円ということになっています。初乗りがちょっと JR 四国は高いんでね、いきなり240円取られるんですけど、ただそこから先の上がり幅はまあそこまででもないのかなと思いますね。ちなみに松山市駅から群衆港駅まで伊予鉄電車で移動すると、この区間運賃は520円です。さあ、やってきました。まだね、この時点ではこの松山駅高架化前ですから、この地上ホームに列車がやってくるんですけれども、回送表示でやってきたこちらが今回乗車していく列車になります。まあ列車と言いながら1両なんですけどね、国鉄時代の末期に製造されたキハ32型機動車、JR 四国管内のローカル線、まあ JR 四国の路線なんでほぼ全部ローカル線ですけど、まあ、その中でもこの松山エリア、あとは高知エリアで頻繁に見る、そういう車両なんじゃないかなと思います。1両の長さは20メートルないので、お客さんは結構たくさん乗ってるように見えますね。ただまあ車内の混雑率がそれだけ高いというだけで、実際のお客さんの数はそんなに多くありません。折り返し、ここから伊予大洲行きの普通列車として運転されます。さあ、ということで、まずは松山市駅から群衆線の電車に乗って群衆港へ出発です。この松山市駅は松山の人たちからは市駅というふうに呼ばれているらしいですね。和歌山も南海の和歌山市駅を市駅というふうに呼んでいるらしいんですけども、車内放送にも注目です。お待たせいたしました。はい、本日はありがとうございます。この電車は群衆港です。動画が間延びしすぎないように、今ここは3倍速でお届けしているんですが、そう、実はこの伊予鉄電車は、郊外線3路線、この群衆線と高浜線及び横川原線において、全列車で車掌と運転士の2人が乗務する通面運転を行っています。大体こういうローカル施設っていうのはね、経費削減のために運転士だけが乗務するワンマン運転を行っているのが普通で、まあ通面運転を行っているとしてもそれは特急だけということが多いんですが、ただこの伊予鉄電車では郊外線の3路線全てでこのように通面運転を行っている珍しい会社です。そしてその頃、 JR 松山駅からも伊予大洲行きの普通列車が出発、特急列車も発着するターミナル駅ですからね、ホームはかなり長く取られていますが、そこからゆっくりと1両編成で出発をしていきます。このキハ32型機動車はそんなに性能が他の機動車と比べてもいいとは言えません。国鉄時代の生まれですからね。ということで加速もかなりゆっくり、ということで、こちらも間延び防止のために倍速再生します。はい、こんな感じ。今5倍速で再生をしているんですが、この右側に立っている高架橋が、今度9月29日より供用開始する新松山駅の高架橋です。
ここ愛媛県松山市は人口およそ50万人、四国島内では一番の人口を誇る大都会ということで、予鉄電車も出発してしばらくの間はこんな感じで都会的な景色の中を走ります。ここで予算線の線路をくぐりました。この予鉄電車はこういう風に電化されていますが、予算線もこの先目的地の伊予市までは電化されています。そして一方のこの予算線もですね、ここでこう上からこの高架橋の線路が降りてきまして、そしてここでですね、今の地上線と新しくできる高架線が合流することになっているんですが、その合流したすぐ脇のところで、ここでですね、伊予鉄群中線をまたいでいきます。この松山の市街地の少し外れの方を走っていく予算線も、さすがにこの辺りも結構ね、市街地ですから、こんな感じで沿線にはアパートやマンション、それから一戸建てのお家などたくさん並んでいるんですけれども、ただ、伊予鉄沿線と比べると、ちょっと田舎レベルはワンランク上になってくるのかなと思います。沿線に高い建物とかそんなにないですからね、予算線は。ちなみにこの伊予鉄電車なんですが、なんとですね、これ、こういう風にドアの上に液晶ディスプレイのモニターがついています。次の停車駅とかね、それからこの伊予鉄でイコカが使えますよっていう、こういう広告も流れるようになっています。この車両もともとはこんな設備ついてなかったんですが、この伊予鉄道に譲渡されて、多分リニューアル改造とかを施してるはずなので、多分そのタイミングでこういう風についたんでしょうね。伊予鉄の高島屋の上にある観覧車とかついてますけど、ああ、松山城だ。まあ、こんな感じで、観光のプロモーションのビデオなんかもね、流されています。この伊予鉄電車は地方ローカル施設にしてはかなり頑張っている方で、なんと1時間あたり上下それぞれ4本ずつ電車が15分間隔でやってきます。15分間隔で走るってかなりすごいと思うんですが、そんなわけでこの群中線全線単線ですから、途中の駅で頻繁に反対側からやってくる電車と行き違いを行います。ここは松山市を出発してから2駅目かなの土井田駅なんですが、この土井田でも群中港方面からやってきた電車と行き違い、この行き違いの電車は京王は京王でも井の頭線の電車ですね。一方、予算線伊予津駅ワンマンカーは最初の停車駅市坪に到着です。ここで伊予市始発の普通松山駅ワンマン列車とすれ違い、なぜこの対向のすれ違う列車が伊予市から来ているのかがわかるのかというと、これは電車だからです。この予算線は高松から途中松山を経由して愛媛県南端の宇和島までを結ぶ在来線ですが、途中伊予市までが電化されています。その伊予市以北でしか、つまり電車を走ることができないので、ここですれ違ったあの電車は伊予市からやってきたということがわかるわけですね。そして一方のこの群中線の方も、当然ですが単線ということで、途中駅では頻繁にこのように行き違い設備が設けられていて、反対方面からやってくる列車の待ち合わせをすることができるようになっています。そして皆さんもね、なんとなくお気づきの方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、この伊予鉄群中線と予算線では、予算線の方が圧倒的に駅と駅の間隔が開いていることがわかるかと思います。まだ、予算線の方は市坪にしかついてないですからね。しかし、こちらはもう4駅ぐらい松山市から数えて進んでるんじゃないかと思います。これは別に予算線がダメだとか、群中線が駅の間隔が短くていいねとかそういう話じゃなくて、これはそもそも路線ごとのその特性の違いから来ているものだと考えられています。今この列車は松山から南へ向かって進んでいますが、この先には伊予市、伊予大洲、八幡浜、宇和島など愛媛県南予地方を代表する主要都市が揃っています。そういったところまで早く特急列車などで移動するために使われているのがこの予算線ですから、つまりこの予算線というのは都市と都市の間を素早く結ぶ都市間輸送を担うという側面がかなり強いんですね。もちろんこういう、地域輸送というのもやりますけども、ただウエイトとしては都市間輸送の方が大きくなります。そしてそのためこういう風に駅間距離は必然的に長くなる傾向にあるんですが、一方の地方ローカル施設というのは基本的に地元資本で経営されている路線ですからね。この伊予鉄もそうですけど、なのでより多くの需要を事細かに拾っていこうということで、必然的に駅と駅の間隔は短くなります。そうする方がいろいろな地域のお客さんをまんべんなく拾えますからね。ということで、このように JR 線と並行するローカル施設では駅と駅の間隔が全然違うということになるわけです。この予算線もさっきからずっとね、市坪駅を出発してから走りっぱなしですよ。次の駅まで平気で 5,6 分ぐらいはかけてますけどね。しかし一方の伊予鉄道はというと、駅と駅の間隔かなり短くて、もう2分とかで次の駅まで着いちゃうということも珍しくありません。さて、列車は愛媛県を代表する一級河川重信川を渡って正木町に入りました。もうここは松山市ではありません。正木町は松前と書いて正木と読みます。北海道にもね、昔松前藩ってありましたけども、その松前と全く同じ漢字を書いて正木町、
この松山市のベッドタウンとして伊予鉄の沿線は結構ね多くの人が住んでいるんですが、ただこの予算線はその正木町のかなり端っこの方をかすめていくということで、まあ、確かにね全く人が住んでいないわけではないんですが、ただ伊予鉄の沿線と比べるとまあ結構人口密度は希薄になってくるのかなと思います。また間もなく到着するこの北伊予駅はこんな感じで2面3線の構造になっていて、多分この一番右側の路線が多分中線というか対比線みたいな感じになるんじゃないかなと思うんですけど、ここで後ろからやってくる列車を通過待ちしたり、まあ、あとは列車の交換をすることもできます。その正木町の中心にありますのが伊予鉄群中線の正木駅、まあ、こんな感じでですね駅の端っこには構内踏切もある昔ながらの駅という感じがするんですが、ここでまたおそらくは反対方面からの列車の待ち合わせなんかもするんじゃないかと思いますけども、まあ、こんな感じで正木町の中心部はそれなりに人が住んでいて、まあ、結構発展しているような、まあ、そういう印象を受ける地域です。一方その頃予算線伊予津駅は伊予市と正木町の境界付近を走行中、ここで本線から右側に分岐していく線路が一本ありますが、この右側に分岐していた線路が JR 四国松山運転所につながる回送線です。特急潮風とかね、それから特急上海なんかで使われている車両は夜運用が終わるとここに改装されて、そして車内整備とかそれからまあ整備を受けたりするんですけれども、もともとはこの松山の運転所っていうのは JR 松山駅のすぐ脇にあったんですが、ただその土地を松山駅の高架化の用地に転用することになったので新しくこの場所に移転をしてきました。こんな感じで特急潮風で使っている8000系とかですね、あとは特急上海の2000系など様々な車両が止まっていますけれども、そのすぐ脇にできたのが新駅南伊予駅です。もともとこの場所に駅はなかったんですが、ただこの松山運転所の移転に合わせて、まあ、おそらくはこの松山運転所で勤務をする JR 四国の社員さんの通勤のための駅とかそういう役割ももちろんあると思うんですけど、まあ、あとは地元住民のためとかそういう意味合いでもあるのかな、新しく駅も開設されています。一方超高頻度運転で僕を驚かせてくる群中線は相変わらずこのように15分間隔で列車を運転しますので、途中の駅でもだいたい体感で7分から8分おきぐらいに電車がやってきますね、反対側からね。この駅でもまた松山市行きの電車と行き違い、これも今僕が乗っているものと同じ元京王の5000系です。この京王5000系を改造した多分700系でいいと思うんですけど、この車両は3両編成で1本を組んでいるので、この途中にね変態連結のところが絶対に入ってきます。この変態連結を電車でやるっていうのがすごいですよね。機動車でもないのにこういう風に変態連結をやっている鉄道会社はなかなかありません。さあということで電車は終点群中港の一つ手前の駅群中駅までやってきました。なんか小学生がいっぱいいますけど、多分この辺りは小学校の統廃合が進んで子供たちが電車で通学をしているっていうそういう文化があるんでしょうね。実際ね鎌倉とかでも割と鎌倉市立の小学校に通うために子供たちがランドセルしょって江ノ電で通学してるっていうことがあるので、おそらく同じようなことをやってるんだろうと思います。そして一方の予算線伊予津駅ももう時期ですね、もう松山を離れてそして伊予市の街中へ入ってくるというそんなところ、沿線もまだまだこういう風に畑や田んぼが目立ちますが、しかしそれ以上にこういう風に住宅の比率が高くなってきたように思います。そしてそんなことを少しずつ考え始めた頃に現れるのが伊予市駅の一つ手前の駅鳥の木です。こんな感じで結構ねこの予算線の駅っていうのは特急停車駅でない限りはかなりこういうシンプルな構造になっているところが多くて、ここも一面一線の非常に簡単な構造の駅となっています。列車の交換はできません。予算線が最後の一区間鳥の木を出発した頃、一方の群中線の方も次は終点群中港ということでですね、こんな感じで液晶ディスプレイでも案内がなされています。今度はミキャンアプリの紹介がなされてましたね。そして松山を出発してからおよそ20分、今回の目的地伊予市駅に到着です。この伊予市はね、愛媛県の伊予市の中心駅ということで、結構駅の規模も大きく2面3線の構造になっていますが、しかし現在は無人化されていて駅員さんの配置はなく、また当然緑の窓口もありません。まあ要するにそういうなんか緑の窓口を使わなきゃいけない用事があるときは松山まで来いっていうことなんでしょうけど、もう大都会松山の近くの駅でさえこれですからね、どんどんこの四国も寂しくなってきてるなという印象がありますが、ここから先この予算線は二手に分かれるので、ここでその二手に分かれる方のもう片方の線路に進む列車と乗り換えとなります。
こっから先予算線は2手に分かれますが、有名な下灘駅などがある IR 伊予灘線、海回りのルートがこの右側に止まっている八幡浜行きの列車、そして山回り特急列車も通るトンネルだらけの新線を通っていくのが今僕が乗ってきたこの内子経由の伊予津駅です。そしてその特急が通る内子回りの新線を通ってやってきたのがこちら松山駅の特急宇和海号、かっこいいですね。これは3両ですね、3両編成の特急列車。この松山から宇和島まで愛媛県内で完結する特急ですが、沿線には伊予市、それから伊予大津、宇和島など様々な大きい町が多く、また高校生の通学でも使われている非常に需要の大きい特急です。1時間に1本程度運転されています。伊予大津行きの予算線が伊予市駅に着いた数分後、もう本当にね、2分後とか3分後とかそれぐらいですよ。こちら群中線の電車も終点の群中港駅に到着です。群中港駅もこんな感じで一面一線の構造になっていて、同時に2つの列車を入れるとかいうことはできません。また駅の近くには駅名の由来となった群中港という港があって、かつては大分行きの高速船スピーダーというのが発着をしていましたが、現在ではもう廃止されています。またさらに昔の時代には大津藩の物資の積み出し港としても栄えていました。さて伊予市駅では松山駅特急と伊予津駅普通列車の行き違い、これ一番宇和島寄りの先頭車が2151号車ってなってますけど、これまさかトップナンバーではないですよね。多分トップナンバーではないと思うんですけど、ここで伊予津駅の普通列車が出発、お隣の向原駅から先の区間でこの予算線は二手に分かれ、一方は内子線と呼ばれる山の中をトンネルでぶち抜いていく高速新線の方へ、そしてもう一方は伊予灘のすぐ脇のところをあっちへ行ったりこっちへ行ったりカーブを描きながら走る IR 伊予灘線へと姿を変えて走っていきます。この辺り松山エリアの有名な観光列車伊予灘物語号はその IR 伊予灘線の方へと走っていきます。ということで今回は松山市から伊予市まで JR 予算線と伊予鉄群中線、一体どちらの方が早いのかということで検証してまいりましたが、まあ、所要時間で言えばね、まあ、特急列車も運転されている予算線の方が途中停車駅も少ないし早いんですが、ただ、まあ、どうしてもね、運行本数がかなり少ないので、まあ、利便性という面を考えると運賃は多少上がりますが、まあ、伊予鉄の方がいいんじゃないかなというふうに僕は個人的に感じましたね。ということで皆さんも興味があればぜひこの2路線の乗り比べやってみてください。今回も動画のご視聴ありがとうございました。